叔父上は民にとっての手本、戦場の外でも誉れある行いでずっと守ってきてくださった。忘れてはならんこと。石川先生が生きておいでなら手を貸してくださる。
石川先生は生きておいでなのだろうか。
し。矢筒を新しくいたしませんか。皮を分けていただけたらお返しに何か差し上げましょう。恐れながら数が足りませんね。ではまたいつでもいらっしゃってください。空を飛んで昼間みたいに明るくなった。何かご入り用でしょうか。素材が足りないようですね。どうかご自愛ください。そうか、対馬は高麗と本土の中間だ。ここを拠点お侍、カシネの森に行ってはなりませんよ。あそこは行かれる怨霊の住処、
侍の霊が血を求めています。今は戦の最中、全て人の仕業であろう。ですが森に入って戻った者はいません。モコも島の者も。それにムクロは全て侍の太刀で切られているそうです。怨霊ごときが太刀を握れるものか。調べてこよう。名のある弓取りが戦に加わらなかったらしい。こちらの精鋭を出せ。日吉の湯だ。
宿の者なら先生の所在を知っているはず。侍、そちらは坂井家の太刀では詳しいようだな。知らぬ者はおりません。それにしても聞きしに勝る美しさ、まさかこの目で見られるとは。竹を切る稽古か、懐かしいな。よろしければ一度お試しください。その太刀はまさに宝刀にございます。優れた刀鍛冶が仕上げたのでしょう。しかし腕を上げるには稽古あるのみかと。鍛錬を怠るべからずか。稽古台はいくつもございます。ぜひお探しになってください。ではお達者で。悪心から罪なき民を殺したという者もいれば、天狗に呪いをかけられたからだという者も。いずれにせよ、打ち爪の魂は罪を償うことに一心。困っておる様子だが、何があった？クタの集落でひどいいさかいがありまして、賊と猛虎が殺し合ってたんです。そやつらが揉めようと止める道理はないが、民が巻き込まれるのは避けたい。お主は逃げよう。俺が見てこよう。
まさか。石川先生を探しておる。浜で討ち死にされたのでは。生きておる。道場はどこだ。森の先です。ご案内いたしましょう。ご出陣なさらなかったのね。そうだ、戦の前日に村にいらっしゃったんですが、寡黙なご様子で。まあいつものことですけどね。先生の伝説は誠ですかね。伝説だと。たった一本の矢で海賊の船を沈めたとか。誠だ。もっとも射抜いたのは船ではない、海賊の頭だ。怒らせないように気をつけにゃ。後ろめたいことでも。滅相もございません。では心配には及ばん。道場はあの山の上にあります。二度と娘を抱きしめられない。助かった。ここまででよい。あと一つお尋ねしても。先生はなぜ長尾家の指南役を退かれたんです。さあ分からんな。いやいや、道場のために誇りある職を捨てちまうなんて。本負けさせる気だろうな。石川先生の道場、いさかいがあったか調べてみよう。これは血の跡、新しくはない。射抜かれた後に矢を抜いておる。足跡だ。いたものかいられたものか。住居へ逃れられたの矢も。武士にしては質素な庵。石川先生、酒井の跡取りか。生きておったとは。菰田で待っておりました。向かう途中で賊に襲われてな。その賊を待ち構えていたと。備えあれば憂いなしと言うだろう。志村殿も討ち死にか。良き男だったが。無事です。しかし囚われの身に望みはあるな。実はその件でお力添えを。できぬ。不肖の弟子に出奔されての。手を貸しましょう。しかるのち何卒ご助力を。遅れを取るなよ。
他に生き延びた者はおるか。存じません。では猛虎に手向かう者は。残念ながら他にはござらん。なら探さねばな。二人では救出などおぼつかぬ。お弟子殿の居場所は。巴の行く先など知れておる。巴？女子か。生まれは。生まれは百姓だが弓は並ぶ者などおらぬ。大主でさえな。最後にお会いしたのは確か10年前。弟子志願だったな。ご記憶とは。門前払いしたやつは忘れぬ。なぜ私ではなく巴を弟子になさった。お主は有望。巴は神道よ。猛虎。殺す。ふぬけばかりか。ゴジョク、ザファコ、アラロケ。やあ！攻め込んだ！攻め込んだ！どうした？ちょっ！こやつら酔ったタヌキだな。だが菰田では負けました。目覚めぬ虎ならタヌキにも劣る。巴の足跡だ。来い。中山砦が抜かれた。あの石膏が証拠だ。砦は日吉の近く。次は日吉が狙われるな。争った跡が。襲われたか。調べるんだ。血の跡わずかだが。死者はおらぬな。矢筒があります。わしが与えた怪伝の証だ。米と泡手つかずだ。不意を打たれたな。どうなっておる。巴が矢筒を捨ておくとは。敵から逃れるためか。捕まったか。では今頃。尋問か拷問、あるいはまさか叔父上も同じ目に。恐怖は猛虎の武器。たじろげば奴らの思うつぼぞ。お弟子はいずこにいると。中山だ。それでは近いぞ。わしが菰田におればな。いらっしゃらずばこそ今共に戦える。なぜ負けたかわかるか。けだものには勝てませぬ。それは違うな。この目で見たのです。キューバの道は見るのみにあらず。心を研いで感じるものよ。ここで止まれ。話がある。いかがなされた。この弓は数年前に長尾殿から賜ったものだ。結構な弓です。そうであろうとも。増えてな者がかような弓を引くなど考えるだに心が痛む。それほどの品を私に。早とちりをするでない。だがお主の腕次第で貸してやってもよい。戦の前に試しておくか。手前にある灯籠を狙ってみろ。
よし、次は奥の灯籠だ。左だぞ。まずまずだ。さらに遠くの的ではどうかの。的が遠ければ矢は落ちると教えたろ。どう思った？手に馴染みますな。そうであろう。大事にすることだ。行くぞ。この弓があれば駒田でも。良き弓だが、戦を決めるのは人だ、武具ではない。もうこの兵器は火を吹くのですぞ。戦いはこれからよ。中山砦だ。お弟子殿がいればよいが。上からなら備えがよく見えよ。この辺りがよかろう。私が入って門を開けます。あとは共に。せいてはことを子孫じるという言葉があるぞ。ではどうしろと。まあ少し落ち着け。やつらは石膏を探しに兵を出すはずだ。門を開いた刹那に飛び込むぞ。長引けばそれだけ巴殿が危うくなります。心配は無用だ。戦場をよく見ろ。何か役に立つものはないか。蜂の巣だ。いれば足止めになるやも。針と矢で猛虎を穴だらけにする算段か。樽で痛手を与えられるやも。やる甲斐はあるの。松明を撃ち落とせば火花が飛びましょう。火事を起こせるな。騎兵の数が多い。だが腕前はわしらが勝る。門が開いたら敵を引きつけろ。矢の雨を降らせてやろう。しかるの地に乗り込み巴殿を救う。よし、あとは待つのみ。門が開き、わしの合図を待て。奴らをメイドへ送ってやれ。
縛られ矢の的にされたか。巴は待て、これは巴のもの。辺りを調べろ。もうこの矢ではない。これは巴の矢だ。確かですか。鹿の角の矢はずはわしが教えた。海わしの矢羽もな。弓を奪われたのでしょうか。それにしては狙いが正確。猛虎の兵なんぞにできぬ芸当だ。巴に弓を使わせたのか。巻物。猛虎の言葉で弓について書かれている。あなたの名もここに。わしの教えを猛虎に売ったということか。誰かが住んでおったようだ。女子の衣服。巴のものだ。釈放されていたのか。なぜだ。聞こえたか。島のものです。女を探しておる。弓取りだ。俺と同じ檻にいた女です。でも奴は解放され、弓を受け取ると女房を殺しやがった。他の奴らも。あのムクロ。己の腕を敵に売り込み寝返りおったか。頼む、いてえよ、死にたくない。長いは無用、行くぞ。殺しておれば。なんと。自由を得るため巴は敵についたのだ。なぜそのような。先生。わしが追い詰めたのだ。追い詰めた。
ご説明を。先生、お答えください。わしを襲ったのは賊ではない、巴だ。なぜ？武士の本懐を理解しておらぬからだ。あなたのせいで寝返ったのでは？己に何がわかる。本意をお聞かせください。わしの休日を猛虎に奪われるわけにはいかぬ。ならば止めねば。お主の助太刀はいらぬ。いや、いるはずです。勝利は人がもたらすもの、武具にあらず。お主も立派に育ったな。巴を仕留めるぞ、わしのやり方でな。そして叔父上の救出にお力添えを。まあ、約束しよう。手はずを整えておく。時が来たら道場に来い。我らだけでは勝てません。もっと味方を集めれば。生きておるかは分からんが、足立政子殿を探せ。対馬随一の女武芸者だ。人がいるらしい。危なくないのかね。Thank you.
誰だ？
Thank you.